の者金子でございます。ということで今日なんですけども、多分今年最後かな、一色の魚村の市場に来るのは。やってまいりました、朝の6時ですね。今日ね1時間遅めに来ました。いつも5時に来るんですけど今6時です。5時だと真っ暗なんですよ、もう夜なんですよ。なんでこのぐらいの時間がね、オープニングも撮りやすくてとてもいいですよ。気持ちいいな。ほんで冬のカラッとしたこの天気好き。うわー、渡りだ、買おうかな。これ安いよ、カワハギ入って、ホウボウ入って。ホウボウ刺身取れる、刺身取れるね。これ胡椒も入ってるし、こっちも入ってる。200円だって。この三島おこぜっていつも安いよな。美味しい魚なのにね、まあ、ちょっとさばきにくいっていうのもあるか。サメちゃん久しぶりに見ましたね。500円、これかハンマーヘッドおるやん。これさ1800円で売られてるけど、俺以外誰が買ってくんだろうな。ここにもサメがおる。今日サメが多いね。猫ザメだ。海水の水槽に入れてもいいな。でもちょっとうちの水槽に入れるにはでかいか。めちゃくちゃいいワシですね。これはいいわ。ね、しっかりしてそう。やっぱり1時間遅れると魚少ないわ。うわ、めっちゃいいサワラあるわ。これ見て、14,000円。いいサワラなんですけどね、めっちゃ高いんです。大ニベ6500円か。これはね結構売ってるんですよ。カニも多いな。渡りガニに青ガニのメス、モクズガニもおる。モクズガニいいな。これは前さスガニ汁やったんですけど、あんまりうまくいかなかったんですよね。今日リベンジでやりますか。ハンマーヘッドも捨てがたいけど5800円か。何匹入ってんの、これ100匹ぐらい入ってんじゃない。ちょっと多いんでこっちにしますか。これ1500円の方、こっちもらえますわ。よし、これ一つ買って帰りたいと思います。じゃあ帰宅。ただいまということで帰ってまいりました。今日買ったものがこちらですね。池のモクズガニですね。大体どうだろう、20匹ぐらい入っとるんじゃないかな。そしたらこれを一度流水で1日生かします。ちょっと取れたてなんで、この砂とか中に噛んでると思うんですよ。なんでできるだけ綺麗な水で飼育して中身を真っさらにします。で今日はですね、あのモクズガニを使ってツガニ汁のリベンジをしたいなと思います。前ね、なんかうまく固まんなかったんですよね。今日はうまくいくかな。よし、というわけで1日生かしたいと思います。そしたら1日綺麗な水で飼育しました。こういう風にクーラーボックスに少しずつ水を流しながら常に綺麗な水で1日泥抜きしました。もう全部生きてますしね、これ大丈夫そうでした。で見てください、このクーラーボックスに残った水の中に入ってる汚れ、これ全部カニから出たもんですからね。じゃあ綺麗になったことでこちら料理していきます。いやにしても容器入ってるなこれ。さあそしたら出していきますか。出していくんですけど、このカニは本当に脱走します。えらいことになりますんでね。で逃げて冷蔵庫の下とかに入ったら最悪なんで慎重にいきたいと思います。ほらたくさん、これですよ。そしたらまずはこちらのすり鉢にこのカニを入れてすりつぶしていきます。でこの丸ごとすりつぶすと、いろいろカニの汚い部分もいっぱい入ることになりますんで、一度氷締めしてきれいに分解してから潰していきたいと思います。本当はねこういきたいところですけどね。そしたらまずここに氷をドバーッと、そして水もジャーッと、これで仮死状態にしていきます。ではでは10分ほど経過しまして、だいぶおとなしくなりましたね。そしたらこちらもっと綺麗に洗っていきます。ほらかなりねまだ汚れてますんで、綺麗にこの足の毛のところまでねしっかり洗っていきます。足の隙間とかね、口のところ、甲羅。そしたらこれ綺麗になりました。そしたらこの状態でミキサーとかすり鉢に入れてゴリ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 潰してもいいんですけど、なんかやっぱり僕ちょっと気になっちゃうんですよね。この爪のふわふわのところとか、あとふんどしの裏とかエラとか気になっちゃうんで、この雑味が出るところはこれ全部取っちゃいます。爪、そしてふんどしも外しちゃいます。でふんどしの裏、ここも汚いので綺麗に洗います。徹底的に綺麗にします。ここにかける時間は惜しみません。ほんでさらにこれ割ります。パカッと、うわー味噌たっぷり、これ全部味噌です。そしたらこのくちばしのところ、これも雑味なんで取ります。くちばしの延長線上のこの胃袋、ここも取ります。で軽く洗ってこの状態で、このエラですね、エラも取ります。ここが取りたかったんですよ。まあでもね、さすがに綺麗な水で生かしてあるんで、エラも綺麗ですね。そしたらこの状態にしていきます。でこのままミキサーとかにガラガラって入れる場合は、まあ、もう少し泥抜きした方がいいかも。気になる方はもっと1週間とか、
そのぐらい綺麗な水で飼育してもいいと思います。でつがにっていうのはこの秋が深まって寒くなってくるぐらいがとても美味しいんですよ。なんで今日はねカニにしました。で今回はお酢ばっかりでしたね。でもね味噌は僕お酢の方が好きなんですよね。すごく濃厚でうまい。メスはメスで卵がうまいですからね。このオスもメスもどっちも良さがあります。ほらもうここまで綺麗にやったらそれうまいでしょう。雑味は出ないと思います。ちなみにこのつがに汁っていうのは高知県の郷土料理ですね。すごいですよね。でもこのカニをぐちゃぐちゃにしてお吸い物にしようって思ったこの先人の食への探求心すごいですよね。どういう考えでこのカニをぐちゃぐちゃにしてお吸い物にしようっていう考えに至ったんでしょうかね。わこれ汚れてますね。めっちゃこれこういうめっちゃ汚れてるやつは本当に綺麗に洗います。もう極端な話この足に生えてる毛とかも食べることになりますから、ぐちゃぐちゃにするってことはまあ大体そうだな6杯分ぐらいあればいいかな。で今日の木塚に20杯近く入っててなんと1500円でしたからね。超お値打ちじゃないですか。1匹100円切るってことですからね。かなりお値打ちなカニなんですよ。これ上海ガニに似てるんですけど、これ上海ガニとはまた違うんですよね。禁煙種なんで。上海ガニっていうのは、中国モクズガニっていう種類で、またこの日本のモクズガニとはまたちょっと厳密に言うと種類が違うんですよ。僕ちょっと昔いろいろありまして、すっごい調べたんで、ちょっとモクズガニとかそういう上海ガニが詳しいんですよ。いろいろありまして。本当にいろいろあったの。あ、一匹メスも入ってましたね。でもちょっとだいぶ外子出ちゃってるな。でも内子も入ってるかな、もしかしたら。でメス外子いっぱい抱えちゃってるから、あちょっとかわいそうだなと思って、近くの川とかに放したい気分ですけど、それも絶対ダメですからね。えらいことになりますからね。このモクズガニはね、すごい繁殖力がやばいんですよ。さあ、メスはどうかな。あ、メスは、はい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 。やっぱそんな内子は入ってませんね。味噌ばっかですね。美味しく、いただきます。でこういうなんか謎の黒いところとかもうこういう変ななんか嫌だなと思うとこは全部取っちゃう。よしこんなもんでしょう。そしたらすり鉢ですっていきます。で前回の失敗を踏まえてカニはある程度細かくします。はい、ざっくり細かくなりましたらここにお水ですね。カニがまあ、浸るぐらいですね。このぐらいお水入れます。そしたらこれをひたすらこうやっていくんですけど硬いなやっぱり。これがもうボロボロの粉粉になるまでやります。もう例えて言うなら釣ったフグの内臓から出てくる貝殻ぐらいの大きさにします。わかりやすい例えだな。もうあの手この手を使ってもうこの硬い殻を粉々にしていきます。まず第一ステップはすりこぎ。よし難しい。第2ステップ、ブレンダー。あ、これいいね。ブレンダーすごくいい。ほら、もうだんだんトロトロになってきましたね。もっともっとです。ガニ汁がバシャー。もういいでしょう。はい、オッケー。いやブレンダー最強ですね。僕ねミキサーよりブレンダー派。やっぱ洗うのも楽だし。そしたらこれをザルでこしていきます。うわー、もう今この段階だと全然食欲そそんないですよね。これがめちゃくちゃ美味しそうな汁物に変貌しますから。あーほら、うわドロドロが出てきてますね。そしたらこれをどんどんこしていきます。この茶色い汁が旨味です。カニの殻から身から味噌から卵から全部の旨味が入ったこれ極上のスープなんです。めちゃくちゃ粉々になってますね。フグの胃袋からこんなん出てきそうじゃないですか。ほらだいぶ取れましたね。そしたらこの殻まだ捨てちゃダメです。絞ればエキスまだ出ますんでぎゅーっと最後の一滴まで無駄なく。でガーゼが破れてこの殻が中に入らないようにね。はい、こんな感じに殻だけになりました。そしたらこれをさらにこしていきます。で最終工程、一番網目の細かいやつでこしていきます。
シャリ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 いってるこれを取ってあげるんですね。こせばこすほど滑らかなつがに汁ができますから。はい、オッケー。ほら、こんなにジャラジャラが残りました。はい、これがつがに 100% ジュースですね。この状態でうわちょっと味見したいなって思う方おるかもしれないんですけど、僕のチャンネルの視聴者さんの中には。ただこれを体内に入れるとえらいことになります。なぜならこのモクズガニっていうカニの中にはウィステルマン排気中という怖い寄生虫が住んでます。でこれは加熱すれば死ぬんですけど、生の状態で人の体内に入ってしまうと人間の肺に寄生しだして胸が痛くなったりだとか、あと呼吸困難だとか、あと吐血ですね、血をバッと吐いちゃったりだとか、そういう症状が出ますので非常に危険なんです。なんでモクズガニでケジャンとかはしちゃダメですね。昔僕一回したような気がするけど。淡水の魚とかカニは危ないですね、生食は。なんで今からこれスープにしていくんですけど、その時もしっかりと火を通す必要があります。モクズガニはちゃんと火を通して食べましょう。ウィステルマン配給中だからな。ウィステルマンも怖いし配給中も怖いような。肺を吸う虫と書きますから、まあ、気になる方はネットで調べてみてはいかがでしょうか。そしたらお鍋にまずこちらのカニジュース、これを入れます。でちょっととろみが強いので少しお水も入れます。で伸ばしますと。そしたらここに今カニとお水が入ってます。これだけだと味が決まりません。なので本格的に作る場合はこう塩だけでいくんですけど、塩だけでも少し味が薄いんですよ。なのでちょっと出汁も入れます。今日は出汁パック、こちらの僕の作った出汁の地図入れます。普通に昆布刺してもいいし、あと白出汁をちょっと入れてもいいと思います。まあ、出汁の地図入れとくのが間違いないんでこれ入れちゃいますけど、これで旨味の相乗効果でカニ出汁がもっと美味しくなります。そしたらお好きなお野菜も入れます。今日は里芋とごぼう、そしてナスも入れます。小松菜と か, なんかそういう葉っぱもの入れても美味しいと思います。やっぱりちょっとお野菜とか入るとね、お野菜からも出汁が出ますので美味しいスープになると思います。はい、こんな感じ。ナスは水につけてアク抜きをしておきます。はい、これで野菜の仕込みの完成。そしたら火にかけて、火にかかったら里芋でごぼうも入れちゃいます。でこの今見た目が泥水みたいですけど、この泥水が金色に輝くスープに変身しますのでちょっと見ててください。まず沸騰まで持ってきます。まあ、ナスは OK でしょう。アク抜き完了。これ見てください、だんだんとこの縁っこが固まってきたの分かりますかね。固まってきたらこう焦げないようにちっこを優しく触ります。でここでガチャガチャかき混ぜちゃダメなんですよ。沸騰まで待ちます。まだ完璧に固まってない状態なんでしっかり固めていきます。はい、沸騰しました。そしたら火を弱火に落とします。そしたらゆっくりあと10分ほど火を通していきます。で沸騰が終わったタイミングでナスも入れちゃいますか。で出汁パックも取り出します。はい、では10分経過しました。こちらです、はい、そしたらこういう風にねカニの身とか味噌とかがこうやって固まるんですよ。ギュッと凝固します。これがねうまいんですよね。もっと透き通るかなと思ったんですけど意外と透き通んなかったな。ちょっと味見してみます。いただきます。うわうまいけどちょっと薄いな。ちょっとお塩入れます。ちょっと水を入れすぎたかもしれませんね。なんでもっとドロドロの状態からいってもよかったかも。でも美味しいわ。でちょこっと日本酒加えます。そしたらお醤油も少し。うわ一気にいい匂いになった。これうまいよ。うわうまっ、完璧。そしたらこちらを盛り付けていく。はい、これでつがに汁の完成。ほんでちょっとねやりたいことがある。ちょっとここに味噌溶いてみたい。これ味噌汁っぽくしても絶対うまいと思う。カニの味噌汁大好きなんでね。これで超濃厚カニの味噌汁の完成ですからね。こっちはお味噌汁と。でもう一品フライパンに少し油ひいて、で卵を割ります。はい、こんな感じ。そしたらここにつがに汁のスープを入れます。そしたらフライパンに流して火を通していきます。そ
そしたらこの縁っこをどん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 真ん中に持ってきます。卵を閉じていきます。はい、オッケー。見た目は悪いな。はい、これでつがに汁の卵とじの完成。はい、じゃあ完成、いただきます。よっしゃ、食べていこう。こちらがつがに汁で、これがつがに汁の味噌汁バージョン、そしてこれがつがに汁の卵とじですね。ちょ、汁だけだとお酒飲めないんで、少しおつまみも作りました。まずつがに汁からいきますか。味見した時はすごく美味しかったですよ。ちょっとお野菜と一緒にいただきます。うん、うんま、濃厚だな。全然シャリシャリしてないですよね。でこの浮いてるカニの身いただきますか。うわ、うん、ふわふわ。なんでしょうね、このモクズガニのこの香り。食べたことある方しかわかんない香りですよね、これ。この生の状態からでも、ちょっとね、香りはあるんですよ、モクズガニって。うわ、でもね、出汁がすごい効いてる。カニの出汁ですよ。こっちはとてもお上品なお味です。でも、この味噌汁は、めっちゃうまい。半端ない。僕こっち好き。このふわふわのところ。うわ、あのね、つみれみたいな感じですね。でもやっぱ皮ガニ特有のあの香りはありますんで、好き好きはあるな。うわ、でも俺好きだな、これ。これ白米にかけて食べたいな。めっちゃうまい。次こちら、卵とじ。ちょっとこちら、いただきます。うまい。すっげえいい味してる。後からカニが追いかけてくる。プルプル、うまい。これ飲み物ですわ。つるっと入ってく。最高です。はい、ということで今日はこちらのモクズガニを使ったつがに汁ときましたら、お飲み物をこちらやっていきたいと思います。せーの、じゃん、銀色のやつ。今日は銀色の気分ですね。僕平気で味噌汁をつまみにビール飲む男ですからね。はい、こちら7対3ですね。いただきます。うめぇ。お前は後で塩茹で。それじゃゆっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで、今日は市場に売っていたモクズガニを使ってモクズガニのつがに汁作ってみましたけども、美味しくできましたね。ちょっと水を追加で入れすぎたかなってぐらいですね。でもだからこそ味噌汁がめっちゃうまかった。あれ、今まで飲んできた全部の味噌汁の中でベスト10には入りますね。まあ、僕自身甲殻類の味噌汁が大好きっていうのもあるんですけどね。いや、めちゃくちゃ美味しかった。今日は高知県の郷土料理つがに汁を紹介させていただきました。またこういう郷土料理シリーズをやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。というわけで今日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。